い、山田でございます。メンズエステの店長やらせていただいております。今日は、この間の台風のね、被害に遭った方のご自宅に行って、お手伝いをさせていただきました。まず経緯から、ツイッターとかでも喋ってるから経緯からお話しさせていただきますと、昨日の夜にね、セラピストさんから、店長タオル余ってないですかって言われて、いやタオルいっぱいあるよって、言ったら、どうしてって聞いたら、明日ボランティア活動に行くし、タオル欲しがってる方が多いかもしれないと。で、その時にハッと思ってね、あ、そんなにひどいんだって、これは、大変なことだと思って、タオルいっぱいあるし、なんとかその、なんかお役に立ちたいと思って調べてたんですよ、ネットでね。そしたら、小山という宇都宮の隣町に、ボランティア、拠点が立ち上がるっていう、今日からスタートするっていうような話で、あ、小山だったら、まあ俺ちょっと時間あるし行ってみようかなと思って今日行ってきたわけでございます。また、仕事をほっぽらかして、仕事をほっぽらかすの得意ですからね。ひどい店長ですけれども、行ってまいりました。まあ、今までね、気持ちはあっても、なかなかそういう機会に恵まれなかったというか、まあ、やる気がなかったのかわかんないけど、実際にこう、出向いて、そういう被災者さんは、のサポートの活動をしたのが初めてだったんですよね。なのでまだ行ったことない、いや行ってみたいけど、なかなか機会がないって方もいらっしゃると思うので、そういう方たちに向けてお話しさせていただきますが、まずそのボランティアセンターの拠点に集まって、で受付をして、で知らない方も老若男女ですよ、大勢来てたってわけじゃないけども、若い方もね、中年というか僕らより上の世代の方も、男性も女性も、いろんな方が、お手伝いに、ボランティアに来てました。で、その中で、チーム分けされてね、3人から5人ぐらいで、いろんな、お宅に伺って、要はここまで僕の胸のところまで、水が来てた家に行ってきた、2軒回ってきたんですけれども、そこで作業をさせていただくというような、まあ仕事内容になってます。で、本当ね、若い子たちも来てますね。若い子好きのおじさんたち、若い子友達同士とかでも来てましたので、出会いの場かもしれませんしね。で、僕は今日はおじさん3人、僕合わせてね、おじさん3人で、そこそこやっぱり、割り振ってくれるんですよね、ボランティアセンターの方が。あ、このおじさんたちはここに行ってもらおうとか、いろいろな症状とかね、作業内容とかを、お客様じゃないけど、から聞いて、老夫婦とかね、から聞いて、じゃあこの人たちにやってもらおうみたいに勝手にチーム分けされるんですけれども、なかなか、いい方たちでしたね。一人は、ずっと消防士さんやっててレスキューとかやってた方でね、ボランティア、まあ、もうそこを、定年されて、今ボランティア活動があったらもういろんなとこに日本全国飛び回ってるような、まあ、本当に、専門の方みたいな方。で、もう一人のおじさまは、おじさんで言ったら失礼だけどね、バスの運転手さんで、今日たまたま休みだって、朝テレビ見てたら、小山のそのボランティアセンターの番号が書いてあったから電話してみたっていうことでね、僕みたいな感じの方、初めてこういう活動するのっていうの。だけどね、ほんとね、素朴で、優しい、力持ちみたいな、縁の下の力持ちみたいなね、方でね、暖かかったですな。で、やっぱり老夫婦でね、もう床が水浸しになったわけですよね。で、そこのいろんな衣類だったり、その食器だったりの戸棚とかも全部、水浸しになったりとか、その、チーンってやるやつね、この、ナムってやるやつ、あるじゃないですか。箱みたいになってるやつとか、ああいうのとか、下が汚れたり、泥が入ってたりしたら、拭きたいじゃないですか。そういうのを動かして、拭いてとか、乾かしてとかっていうのは、老夫婦じゃね、ちょっと重労働できないので、こういう僕らがお手伝いしたりとか、畳を上げたり、もうダメになっちゃったタンスを外に出す作業とかね、本当にだからね、各家、もうゴミ袋、
何十個も捨てなきゃいけないような状態でね、すごく大変な思いされてまして、で奥様なんかは両方2件とももう涙してありがとうありがとうって言ってくださったんですけども、そういうような活動をしてきたんですけど、その方たちの大変な思いを汲むとね、あんまり不謹慎なことは言えないんですが、初めて参加した感想は、まあ、楽しかったっていう感じですね。知らないおじさんたちとね、和気あいあいと一緒に作業しながら、いやこんな仕事してるんですよとかね、メンズエステの店長やってるんですって言ったらキョトンとしてましたけどね、おじさんたち、で、ね、その家の方の指示のもとに作業するんですけれども、なかなか、いい経験をさせていただいたなと思いました。ということで、まあ短いですけどね、ボランティアの、作業、実際のだから寄付したりした方もたくさんいらっしゃると思うし、そういう瓦礫の作業とかじゃない、何かそういう活動された方もたくさんいらっしゃると思うし、思ってる、ね、思ってるけど仕事が忙しいとかね、それどころじゃないっていう方もいらっしゃると思うので、役割分担だと思ってるので、例えば1億円ポンと寄付できる方がいたら、その方の役割だしね、僕らみたいにたまたま今日、体が空いてたから、活動できたっていうのもまあ良かったしね、それぞれの役割分担で、まあできることでしょうし、なかなかいい経験できたのでね、ちょっと展開させていただきました。ということで、もしお店の方は、でお店もちゃんと準備してから行ったんですよ、ちゃんと。で、まだまあ3時ぐらいですか、今が。まだ2時半だから、今から帰って仕事しますからね、ちゃんとね。安心してください。ということで、明日も、小山のボランティアセンター行こうと思うので、もし聞いてる方、まあ明日も来てくださいよ、もしよければって言われてね、センターの方に。なので、継続も大事ですからね、一回行ってやった気分になってっていうのも、まあ、いや、一回行くのも大事なことだし、知るっていうのも大事。僕知りたかったんですよね、どんな、活動をしてるのか、どういうふうに采配、仕事の采配してるのかとか知りたかったっていうのもあってね、行ってきたんですけれども、明日も行きますので、宇都宮の方でもし明日、お時間あるような方、で、小山の方でもいいですし、近いですからね、お会いできたらまた面白いかななんて思って、アップします。じゃあ、今日もお疲れ様でした。今からちゃんと仕事しますよ。